天然の紙あの紙は 40% そうなんですよ。あの外国の方だけ。中国は2倍以上です。で、まあ、日本の伸びというのが大きくなるとは思わないんですけども、日本が今度からの外国の伸びが大きくなって、まあ、760万人になるだろうと。で、この調子で伸びそうな感じです。ですから、あの沖縄というのは今、まあ、二面があって、基地の問題があったと同時に、あの経済的にはですね、あの結構、あの本当の普通の市町村と違って、全体で、あの活気があるような感じになります。そして沖縄国にあるわけですが、この4時間圏がこういう空間で、本当にあの今、アナがここをハブにして、航空貨物基地にしています。で、どういう基地かというと、夜中のですね、11時から翌朝の5時ぐらいまでは開けていて、で全国から貨物がここに来るんです。日本は日本にも来ますけど、で例えば築地のもう市場で朝競り落とされたあのものが沖縄に来て、その夜には引き換えられて香港からも来るんですね。香港から来たあの貨物機から、日本本土やあれば別のアジアのところに行くやつ乗せてきて、ここで積み替えてまた別のところに行くと。そうすると香港の料理屋に、あれ上海の料理屋に翌朝に着いてるわけです、ね。そしてまあ昼からあるいは夕方にはその品物が出されていくというような状況がありまして、これ結構急にのもう数年なの、5、6年なんですけども、どんどん増えてるんですね。で中国の宅配業者も沖縄に進出して、これ中国の宅配業者は沖縄拠点に、東南アジアとか日本本土に宅配をするという、100の宅配に行くんですけども、あ、中国拠点で、そういうことがある状況なんです。で、ですからその沖縄の片側の基地問題というのは、その沖縄のこういう経済的な活性化という流れの中と、連動して今の沖縄の県民や県政やでそのそういう国にとっては見られていまして、例えば去年小長知事が当選をいたしましたが、彼が言っていたことの一つに、沖縄経済発展の最大の阻害を今米軍ですと。で沖縄経済のお における米軍基地のやる経済的な占める割合は今 5% ぐらい以下になってしまう。まあ、復帰、今から40年以上前の復帰の頃には 15% ぐらいだったんですね。もっと前の60年代はもっと 30% だったんですけど、今や 5% に満ちかない。でむしろ観光の方がもう 15% 超えるようになって、それから観光だけじゃないんですね。 IT 産業も 15% ぐらいの一応占めるようになっています。というのは、コールセンターとか、さまざまな IT の企業が沖縄に進出してきているんです。で、そして、あのというのはなぜかというと、若い人たちが多いんですね、沖縄は。で、実は、福島、例えば、ご年会長ですね、2010年には170万人だったんです。じゃ今の人口問題研究所が2035年を計算してますけど、138万人なんですね。30万人の人が減るんですよね。で、ところが沖縄はですね、139万人。沖縄の方が鹿児島より人口多くなるんですよ。軒並み沖縄県内、日本の国内の都道府県は人口が3割くらい、2割から3割減り、北海道まで100万人が減るんですよ、ね。でそういう少子で沖縄がどうして残ってるかというと、あの合計の少子が 1.9 ぐらいですかね、今ね。ですから、あのまだその子供を産むその若い世代も多いし、これから生まれる子供も多いという状況なので、あのそういう意味でまた沖縄の人たちは、若い人たちが沖縄が好きなんですね。だから本土大学っていうのも多いんですよ。だから沖縄の中に仕事が入ってきているのが今の状況です。で、そういう活性化の中
イメージしておいていただきたいんですけども、で実はその沖縄というのは今だけじゃなくて、かつてさっきの4時間以内のこう同時面で示すような、その東南アジアまで広がった経済圏であったところがあるんですね。これは1400年代、まあ、1300年代の後半から400年代、まあ、600年も含めて明治維新までなんですけども、明がですね、元という国から元がこう蒙古に戻っていって、明王朝ができたのは1368年ですが、それからその4年後の1372年に、当時琉球には3つの、まあ、国があって、中丹という王が明に朝貢するんですね。そして実際明というのは海禁さ、海を禁するというんで、自国の民を海外に出ることを禁止したんですね。それで琉球がその代わりに貿易をある意味で一手に引き受けるような、そういう事態があるんです。でそしてその後琉球が統一されて琉球国ができたわけですけども、でその後も含めて、まあ、2500年ぐらいまではかなりその琉球の占める割合が多くて、この東南アジアをまでの貿易の役割を日本語で持ってくれましたけども、琉球が一手に担っていた。まあ、1609年の島津 その侵攻によって実質的には島津に支配されますけども、その形はずっと残されて、琉球を、まあ、明治島にずっとやってるんですね、琉球の。そういう時代があったということを、今沖縄ではまさに先ほど の国家のこの図のように、その頃のことを含めて今自分たちを沖縄の県民が自分たち自身を位置づけていく流れが起きています。だからそういう流れの中でよく言われる自己決定権であるとか、あるいは独立国であった500年の歴史とか、それから、今の小長知事がその承認取り消しをしたということへのそのバネといいますかね、そういうものにつながっているというふうに言って過言ではないですね。でその間に戦争がない時代が続くわけですね。でだからその沖縄の人たちが持っている戦争を嫌がる気持ち、これはバージョンール公開記などにも書かれているんですけども、彼このバージョンール塾が沖縄に40日か50日滞在して、そのことをセントフィラノと帰るときにイギリスの官庁なんですけども、帰るときにセントフィラノ島によって、ナポレオンに、武器のない島がある国があると、で軍隊のない国がある、そしてナポレオンがどうしてどうして戦争するんだって言ったら、戦争しないんですよと戦争しないんですよ。でそしてその琉球人は戦争したことがないばかりが、外敵もない敵もなく平和に暮らしているんだよという話をしたら、そんなバカなことがあるかと、まあ、言ったようですけども、まあ、そういう時代があったわけですね。まあ、しかし明治維新が、琉球諸君があって明治政府に、まあ、抵抗されていこう、まあ、戦争の時代に突入していくわけですよね。で、日清日露、満州事変、日中戦争、太平洋戦争と、そして沖縄戦という中に続いていくわけですけども、これ沖縄戦の13日本島上陸13日目の映像写真ですが、もう沖縄戦では私たち小さい頃に行ったら西の沖縄全部船だらけだった、海が見えなかったっていうぐらいに言われて、本当にもういっぱい船出るわけですね。でしてかというと、沖縄戦というのは第二次世界大戦の中で一部最大の作戦なんですよ。動員された兵力は54万8000人。当時の沖縄の人口がそこにいた人は48万くらいですから、赤ちゃんからお年寄りまでね、それは兵隊ですよ、これは水兵と兵隊だけで、こう54万8000人が投入された戦争が沖縄戦で、上陸したのは30万くらいですけども、結局この下のドラム缶見ていても、この砲弾の物資をやっぱり準備して戦争を継続したわけですね。でこの一つ必要なのは砲弾の跡です。雨、ちょうど70年前の戦争は雨が多かったらしくてですね、で水が溜まるわけです、ね、砲弾の跡、砲弾の跡ってとても大きな砲弾の跡もあるし、
したほうだなと思います。私たちが小さい頃までよく台風が過ぎたり、あるいはその大雨の後、あちこちに水たまりができたんですね。野原とかですね。同じようなことだと思います。で、こういう形で戦争の爪痕はいっぱいあります。これちょっとなんか、もうちょっと上に上げて、ここがちょっといいと思います。障害兵ですね。牛の背負というのはバカなんですね。そしてこれはあの手首に紐をこういう開けて投げて、そして投げてそれが当てていくとこう瞬間抜いて抜けて向こうで爆発する、こういうものなんです。投げられないようになったんですね。でこれは渡嘉敷の集団戦争、こういう戦争があるわけです。でまあ捕虜になる収容所みたいな準備、当時準備、それから、戦争中、まあ、3ヶ月の戦争ですが、子どもたちも巻き込まれてるわけですね。で、これ動画なんです。クレーショーという映像ですけれども、それからお墓の中にいる子どもたち、でそれから、まあ、向かう子どもたちや、収容所に向かう子どもたち、こういう映像がアメリカでは残っているわけですね。これが戦争の終わっている直後のですが、これは沖縄市、今でいう沖縄市、こういうことの、親は子どもたちの個人の収容所の子どもたちの約束揃えてますね。でこれは多分収容所で始まった学校で、この方先生で生徒たちという。でこれは、この子は、まあ、見たんですけども、こう、アドロムの夢のような、そういう感じですか。もうずっと戦争だったわけです。でこれは今の沖縄本島、これ実は宮古島なんです。宮古島なんです。宮古島はですね、沖縄本島は6月23日戦争終わってるんですね。一応基本的にはで高木入れるんですけど、日本本土では8月15日に終わるわけですね。まあ、超イノベーティブした、ね、ところが宮古島8月25日まで8月25日になって初めて戦闘停止命令が出た。どうしてかというと、このもう通信が途絶えてるんですね。でも地上戦はなかった。地上戦はなかったんだけど、結局は戦争が終わったってことを知らない。で、艦砲射撃が来るんですね。イギリスの艦艇で来てますから。で、艦砲射撃と、それから、その他の空爆もある。で実はですね、宮古島にはその沖縄戦の直前に中国から2万人の兵、あ、3万人の兵隊が派遣されたんですよ。宮古島には2万人の住民がいるんですけども、3万人合わせて5万人、今の宮古島は5万人しかいませんが、その当時5万人の、まあ、人口になって、そしてその3万人の兵隊は食料庫とかに準備してたんですけども、空爆とかで食料庫の入り口が分からなくなってくると、そういうことでもう食料がないわけですね。だからその、野生の動物とか、あ、ヘビとかなんかも全部食べて、あの熱帯魚も取ってたり、でそれで亡くなった人が2500人から3000人で、この主な原因はガシとマダリアの病気。ここにこの火があるんですね。この人は補充兵で、この一応あの衛生兵の補助をする人の役割だったらしいんです。中国から一緒に来てるんですけども、死骸を片付ける役割です。死骸で補充兵、我も植えつつ餓死兵の屍焼きし姉妹を8月は地獄。沖縄とか私は育ってるのに、宮古島は8月は地獄だったという、まあ鍵がこの宮古島が実は今国家問題なんです。まあさっき初で言いますけども、要するに、自衛隊の基地建設で、ちょっとその前に導入なんですが、アメリカにエアシーバトルという戦争計画があるんですね。エアシーバトルという戦争計画は何かというと、空軍力と大陸力で戦争する。で大陸力といっても大砲を撃つというイメージじゃないんですよ。今の海軍力は何かというと、
それはなんかね、トマホークミサイルいっぱい、詰まる、横須賀のものもそうですね。それから、空母とか、この、ジェット戦闘機などが飛び込む、その海軍で、思いますね。で、それで戦争をする、まあ、あれは潜水艦。で、空軍力はもちろんその、バゲットとかそう。何のために、エアシーバトル機能を作ってるかというと、アメリカが、自分たちに対抗して、来そうな大国、その、を叩き潰すための戦略なんです。で、どこを相手にしてるかというと、2つ、イランと中国です。で、こっちでは中国ですね。イランという国と中国という国は、やはり、その、まあ、潜在的なこう敵として位置づけて、その2つの国に対する戦略を練ってきたわけですね、90年代から。で、中国に対して、実は過去15年で24回以上、こういう実際戦争のシミュレーションをやっている。で、そのシミュレーションの舞台はどこかというと、日本なんです。で、このエアシーバトル戦争、中国の戦争、どこであるかというと、日本であるんですね。日本全土が戦場なんです。私たち記者なんです。で、こういうのエアシーロトルを報じたのは、初めて私が目にしたのは2011年5月10日、2011年の、4月24日、4月15日。この沖縄の琉球新報沖縄タイムスは、実はワシントンに特派員を送ってですね、そしてそこでインタビューした有能記者を紙面に出したんです。で、これは沖縄タイムスの、ヘンナンさんという方が、このエアシーバトルを策定している研究所、まあ、その最初に提案をして、そしてそれを受託してどんどん作っていただいて、戦略予算センターという方のインタビューをした記事があります。で、ここによると、エアシーバトルという戦争をやると、第一米軍基地がほとんど、まあ、中国ミサイルでやられる、自衛隊基地までやられる。で、それで、米軍が、米軍から北海道に拠点を作って、そこから徐々に日本を回復していく。で、沖縄まで来て、沖縄で初めて中国と対峙するんです。沖縄、日本列島というのは実は中国とはいっぱいやってますよね。南西諸島が中国の海域ですね。で、そこで政権を取って、ここで初めて中国と戦争していくんだというようなことだけど、その前にやられてる一回、そういう話がされてます。だからちょっとにわかに信じがたいけども、でもものすごいお金をかけて当然この戦争計画を作れるんですね。で、あと一つがこの、ウィキリークスが明らかにした。ちょうど旗山政権の時代の記事です。ルース、ちょうどルース大使だったんですけども、で実は旗山政権というのは、皆さんもご存知のように、2009年の夏の衆議院選挙で勝利して政権を奪取しました。で、9月16日が17年から、そこ発足するんですね。それから1ヶ月もしない、10月13日にキャンベルさん、キャンベル当時国務次官を学長として、国防総省、国務省のチームが日本にいます。そして、鳩山政権の主要な幹部と、まあ、あれ政務官などとインタビューを繰り返しました。で、その中、その報告が実は、13日から15日まで、15日に、ルース大使が極秘公電という形で、長い公電を、外国務省やる。それがウィキリークスが、まあ、暴露したものが入ってます。重要なのは、この中でキャメル国務次官が何と言ったかというと、辺野古建設は中国との戦争のためなんだ。ちゃんと言ってるんですね。で、それはどういうことかというと、嘉手納基地と那覇だけでは足りない。あと1箇所工場が必要、滑走路が必要。まあ、
ワーシ戦争シミュレーションの結果ですね、それが必要だと。で、まあ、普天間はそのまま使えたのであれば、そうじゃなくなれば、当然普天間の代わりに普天間が必要だと。ということが書かれている。で、そしてもう一つの、国防総省のシファ国防次官補代理というのは何て言うかというと、じゃあその中国の戦争計画は、その自民党政権の時代は、しかるべき人たちにちゃんと説明していた。例えば政権でも、これから説明する用意がある。こんなふうに戦争する。ということが書いてある。で、これは、2011年の5月4日、朝日新聞が報じました。朝日新聞、当時の切り口は、それぞれの国ごとに主要なメディアを選んで、その主要なメディアに、のみほとんどの情報を提供して、その国に関する情報を提供して、そしてそこで掲載を翻訳させ、掲載をさせるんですね。これは日本の場合は最初に、今はその後全てがオープンなんです。で、しかし日本では朝日新聞がこれ一回報じただけで、その場でかかっても何も聞こえないですね。都合が悪い、日米政府 でもそういうことがあったんですね。で、今日ちょっと後で見てもらうのがこのビデオですけど、ここは日本列島ですね。ここは南西諸島です。これぞれ北海道からの線、これ何をするかというと、南西、ここに尖閣をイメージしてます。尖閣の 戦闘に対しては北海道からも全国からもこうして部隊を派遣していくよ。で、そして最初に平素からの部隊配置を要求されて、これはどうするかというと、南西諸島の島々に基地を作って、その対処を準備しておく。それから実力部隊の緊急化するそこなんですが、つまりこの戦場にもし有事になれば、こういうふうにこう空からも海からも、部隊を派遣します。それから3番目に、水陸両用部隊による弱化。つまり、この水陸両用部隊というのが、海と陸両方を戦える部隊。これは自衛隊に海兵隊組織を作りますよという意味なんですね。米軍の海兵隊みたいなのを作りますよ。そういう意味のものがあって、でそしてこれが通常を置く部隊。で、こっちも配備されてる開発機の戦車、これはどこであるかというと、スパートの方の上をこの辺にあるんですね。だから尖閣であるわけですね。戦場の実は尖閣です。で、これは宮古島とか石垣島とか、あるいは奄美大島とか沖縄本島で、で、ここはまあ計画で言っていて、
で、作られる自治体はもう願ってもないことがある。自治体が来れば地域の振興につながるというふうに関係の意欲を通して。でもそれは全く当てが外れるんですね。なぜかというと、これ戦争のための舞台から戦場を読んでるんですよ。で、これは宮古島です。8月の末に宮古島に行って購入したんですけども、これは実はここの側は中国を向いてます。で、これ全部アンテナの大きさ質問ですよ。中国国内の携帯の無線を傍受する施設です。5年ぐらい前から。この島、この辺りとか、これは北総地ですけども、ここが牛舎があるというのが北総地、それからここも北総地です。今ここにミサイル部隊の基地が作られます。ここに弾薬庫が作られます。ここは上陸訓練の場所だと言われます。これでも住んでるんです。で、これが30年前の戦争後の遺跡です。遺跡だけど形はまた今もあって、でこれはここから入っていくと、ちょうど宮古島のこういう高いところに出ていて、でそこから沖縄本島と宮古島の海が見えます。で、先ほどのところと一緒なんですね。宮古島と沖縄本島の間の海を狙うミサイル部隊が先ほどの場所に作られる。で、合わせてその地下に宮古島というのは巨大な石灰岩なんですね。で、そこで流石灰岩なんですが、その下に各地下国に広大大きなミサイル司令部が作られる。今その準備がもうスタートしている。で、それと連動してこの辺野古の新たな基地が今作られて人が用意してこの基地なんですけども、で、これが名古屋市が作ったパンフレットの中にある写真、これ全部大村湾、先ほどの海の中の写真ですね。ジュゴンと海の目がこう一緒に映るような写真もよく撮れます。で、これがその中こういう分断が海がそれ以上を見立てる。それに対して、まあ、一つはモスクの反対、そしてまた手の子の反対、そういったものが県民の運動として2012年から始まったんですね。で、これここは同じです。今の地ですね。当時那覇市長だから、県民組の運動というのが2012年から始まっているわけです。で、それに対して安倍政権が誕生して、石破幹事長が沖縄選出の国会議員を呼び出して、この人たちは実は辺野古移設反対や県外移設で当選したんですが、これを県内移設容認に返させた日なんですね、この日は。2013年の11月25日実はこの2人はどんどん伝わってますよね。この時に考えたけど、ね、この真ん中、その2番目の方が島地愛、今の大きな大臣、担当大臣、私の選挙で、この2人は堂々としてますよね。カレンダーの人もカレンダーを配った人、実はあれは辺野古県外説というのは自分の本音じゃなかったって言ったのはこの西横佐藤さんですね。で、同じように、まあ、島地さんも同様に言って、で、この3名は、まあ、うつむき加減にも、説得されていました。まあ、これがスタートして、先ほどの、まあ、今問題になっている中山知事から振興策を出させて、承認をして、3000億円の、まあ、予算を認めるという意味合い。でも3000億というのは普通、他の都道府県は個別に省庁に予算を要求するんですが、沖縄は27年間
米軍支配下だったので、そういうマナーが自分作る気がなかったので、沖縄仕事別荘地方とか、総合事務局を作って、政府が手助けして一括予算計上しているから、これがまとまっているんですね。額で言えば、総額で言えば、まあ、人口当たる額で言えば、9万かそこら辺ぐらいなんですね、実際ね、予算の額としてるんですね。でも、なんか余計にいっぱいこれだけもらってるように見える、そうじゃなくて、総額でこれだけですよという、なんで、これは、2300億ぐらいも落ちてたんですよ。大田建設の時は5000億あったんですね。それが、基地を容認する南の建設、中山建設になったので、どんどんもう、釣った魚に餌はよくないと。ということで、どんどん落ちていって、で、2400億まで落ちていたんです。で、それが、僕は5年前に、知事選挙でやった時に、僕は県外説だったので、県内説反対だったので、中山さんも県外説になって、そうした途端、価値が上がって、ね、政府がお金をやめようになったんですね。それで上がってきて、この、埋め立てで、向こう10年間3000億円は保証するという、そういう約束が既にあったわけですね。でそれで、承認をすると。で、そしたら、県民は県庁にまで押しかけて反対しています、ね。で、本当は県庁に押しかけるという予定だったのが、校舎で、校舎から捨てられず、知事校舎で狭いところで記者会見しているのが、上の様子です。で、そして、その翌月には、平野市長が、名護市長が、4000票差で再選される。で、相手も候補者が立ったんですね。で、そして石破幹事長は当時500億の新興策を持っていて、名護基金といって宣伝したんだけど、逆に2倍の票差になっている。それで、なんでこの時にですね、この候補者なんて言ったかというと、政府は、世論調査にすると、名護市、滋賀県全体は票として反対、7割あるんですけども、いや、選挙結果が世論だって言ったわけですね。勝つつもりで負けたので何て言ったかというと地方の選挙は関係ない国政には関係ないこう言ったんです、ね。でまあ、その次知事、あとその年の11月には知事が誕生する。で、10万票差が誕生する。こういうことで、まあ、建設のということを目からさんが宣言する。でしかしこういうのはずっと続いています。でこうじゃずっと続いて、その今までにないようなこういう、まあ、軍国の持つような基地であるということがより明らかになる。で、これは朝日の時には明らかにしてないんですね。で、こう工場の最中に直前になってこうどんどん変えていくわけですね。で、実はそれは本来は19年前はですね、こういう提供可能な変更だったんですね。それが安全なもの。でさらに沖縄の貨幣では不安面をするんですね。これはもう合意策で分離も辺野古基地建設とは分離して移るということも合意策。で当初の合意は2006年に8000と言ってんだけど、さらに番組では抵抗があるので4000人になったけども、他には5000人8000人か9000人が増える。1万8000人にの家族も含めて沖縄からいなくなるわけ。いや、一体どれだけのことなのかというのはとても疑問なんですが、まあ、せいぜい2、3年ぐらいじゃ言われているんですけども、だけど基地は作るというのが今の。で、そういうことに対して辺野古のこうゲート内ではこういう攻撃行動が去年の4月から始まって、で、島国の会議というのができて、そしてこういう行動がさらに広がっていく。で、私はゲート前で3600名、それから、それでも工事はずっと続いていく。で、そしたら工事もずっと続いてきたわけですね。で、辺野古浜で5500名のこういう行動も行われている。で、まあ、5500名本気なんていうはずなんですよね、実際現場で見ると。で、それでも政府はより強固に、このこういう行動を排除しようとする。で、当選してもこういう行動をするんですね。
で、あ、ここで、工事は続くんですね。まあ、しかし、11月に、あ、1月、12月に、まあ、参議院、衆議院選挙があって、1区、2区、3区、4区、全選挙区で、うん、あ、選挙区では当選をします。オール沖縄の反対の、新規建設反対の、で、しかし、それでも工事は続く。で、知事に対しては面会しないとか、とにかく無視をするという工事は続く。で、工事作業再開して、1月年明けから再開した。で、再開した後は、さらに相当な取り組みが続いて、今日まで来ているわけです。で、日米政府では、辺野古移設ということで続けるわけです。